専門家の目から見ていかがでしょうか。まあ、これ県民の感情思いを考えれば、まあ、ごく自然なことをおっしゃっていると思うんですね。ただ私はむしろここでしっかり確認しておくべきはですね、例えば再稼働一つでもですね、一体誰がどの権限でそのゴーサインを出すのか止めるのかというところがかなり曖昧だと思うんですね。つまり一つのエネルギー企業体の経営トップにとってですね、どうしても一つそこに動かせる施設があれば動かすことがですね、ある意味でも株主に対する責任になるような部分もあるわけです。そうするとこういう問題についてはむしろ本来法律的に政府なり自治体なりこういう理由でやるべきではないということの権限をどうするかという問題をしっかりやるべきだと。そうしないと経営者としては動かせるものなら動かさなければならないという方向にどうしても走ってしまう。特に県民感情と一番ずれてくるのがこの福島第二原発だと思いますが、そこで林大臣、この福島第二原発の方ですね、政府も東京電力も、まあ、これを廃炉にするとはまだ一度も言ったことがありません。ただし今知事からも要請がありました。ゆくゆくはこの福島第二原発は動かさないまま廃炉へと、こういう道筋になるんでしょうか。まあ、第二原発につきましてはやっぱり福島県の皆様の心情を察せればですね、まあ、他の原発と同列に扱うっていうことはそれはもう難しいんだろうというふうに思っております。まずはしかし東京電力が事業主体でございまして、東京電力がそういった地元の皆さんの声をですね、真摯に向き合った上でその判断をされるべきものではないかというふうに考えています。東京電力関係者に聞きますとね、結局企業会計上第二原発あれをですね、ここで廃炉ということを決めると資産をですね、言ってみれば無にすると、まあ、こういう危険性が企業としては困るんですと、こういうことをよく言うんですが、その辺はどうなんでしょうか。企業がどう感じているかというのは聞いておりませんけども、東京電力に関しては国が株主になった趣旨はですね、東京電力が被害者に遭った方々に補償をきちっとやれるようにということで、その支援をするために国が株主になっているわけでありますから、まあ、そういうその企業が考えているかどうかは聞いておりません。まあ、これは最後は原子炉の問題は政府が強い権限を持ってますんで、福島県知事のですね、意向にどこまで応えれるかだと思いますけども、林さんが大臣の間にそういう決断できますでしょうか。つまり第一の方でですね、5、6号機をその廃炉をしたっていうのはですね、やはり原子力災害対策特別措置法の中に、緊急事態宣言がありました。それでその時の本部長総理大臣がですね、そういうことを決めたということでありまして、第二に関してはその範疇じゃないということになっておりますので、国がすぐ今決めるんだということではないんじゃないかという全般的にいろんな声を聞きながらですね、最終的には事業者判断になるのではないか。はい、まあ、そこでこれに関連して先ほども出ました他の原発の再稼働、福島県以外のですね、これも大きな議論が起きています。今井さん、この福島第一原発事故、これを教訓にした上で今の少しずつ再稼働が各地で進んでいるという状況を思っています。はい、今いくつかお話があったようにですね、福島第一原発の上で人類が初めて直面するような解決ができない課題がたくさんあるわけですね。でそれはやっぱり率直に認めていただきたいと、その積み重ねの上で議論してほしいと。要は福島第一原発の、状態に型をつけた上で議論をしていただきたいというのが、まあ、率直な気持ちです。まあ、再稼働でも半原発が作りにつついろいろ議論があると思いますけども、とにかくまず福島の第一原発の状況に型をつけて、安全で安心ですという状況になる、つまり廃炉になって、安全に探しになるとか、そういう状況になって初めて次にそれは課題を解決しましたということですから、で次にじゃあ再稼働しましょうかという議論を始めてほしいというのが一番率直な気持ちです。田坂さん、短く一言。再稼働については、まあ、これはいろんな議論がありますが、私はそれも先を見てみるべきだと思うんです。仮に今すべての原発が再稼働してもですね、使用済み燃料をどこに持っていくのか、もちろん今のところ青森県の再処理工場のところに持っていて貯蔵していただいているわけですが、実はご存知の文書の問題があって高速増殖炉が動かない、そうすると再処理した後のプルトニウムどうするのかという国際的な問題に直面するわけですね。そうすると再稼働というのは目の前の問題としていいか悪いか以前に、仮にそれをもとしたとしてもですね、
局核燃料サイクルというのは非常に大きな問題にもう一回ぶつかるわけです。一言だけ申し上げます。私は核燃料サイクルに対してワンスースルー方式と呼ばれる世界全体でもむしろ主流の使用済み燃料をそのまま最終処分する、そういうオプションを政策的にそろそろ考えてみるべき時期ですから、そのことを申し上げたいと思います。再処理をしないでこれというのを取り出すというようなこともしないで地下に埋めると、ね、もしくは長期貯蔵に入る、このオプションを持たないと日本の原発は再稼働をただただ続けても必ずこの高速増殖の問題で壁に突き当たってしまいます。内堀知事、まあ、福島県以外のことについては発言はしにくいと思いますが、実際に事故の当事者となったお立場から日本のこの今の再稼働の動き、これについてどうご覧になってますか。再稼働を含む原子力政策については2つの重要な視点があります。1つは福島第一原発事故の反省と教訓を踏まえること、そしてもう1つは住民の安全安心、これを最優先にすること、この2つの視点で国が責任を持って対応すべきであると考えています。そして県としては、先ほどから話が出ている再生可能エネルギーあるいは新エネルギー、そういったことをぜひ飛躍的に伸ばして、そういう意味で世界に日本に貢献していけるような産業を作っていきたいと考えています。これは丸川大臣に聞きましょう。まあ、その日本で、まあ、今原子力発電所の施設があるから使わないと経済的に無駄だという議論がですね、再稼働の背景にあると思います。ただ環境大臣の立場だと、その通りですとなかなかそれ言いにくいんじゃないですか。環境省はですね、産業委員会であります原子力規制委員会を外局として設置した産業局が、まあ、原子力規制庁でございますので、我々から独立して業務を行っているという行政的にも支援をしてまた人材育成でも支援をしておりますので、その独立性をいかに保っていくかというのが環境省にとって重要な任務でございます。その判断というものは最終的には政府がその判断を尊重して行っていくものということを感じています。方向性とするとどうなんですか。再生可能エネルギーの方に軸足を移していくべきとお考えですか。福島県においては2040年に再生可能エネルギー 100% を目指すということで、それとこれを合わせて総理が福島の構想を発表していただいたわけでございますけれども、系統協力経産大臣の範疇でありますけれども、強化していただくとともに、やはり今実証段階である技術をきちんと実装していくためにしっかり努力していただきたいと思います。そしてそれは全国的な動きにもつなげていくと、こういう方向性なんでしょうか。これからまだまだ課題はございますけれども、まずは2030年のエネルギーミックスに向かってしっかりできることをやっていきたいと思います。そこで林経産大臣に聞きたいんですけど、このエネルギーのベストミックスですね、まあ、今安倍内閣が示しているものもまだまだそうかっちりしたものじゃなくて幅がありますよね。方向とすると原子力発電というものは比重を下げて、そしてそれ以外を少しずつ拡大していく、この方向性でいいんでしょうか。そうです。しかしそうなんですが、現実に今電力が足りてるから心配ないじゃないかという声がありますけども、それはもう古いですね、火力発電が全部総動員してやっているから今足りてるわけでございまして、火力発電は9割くらいも抑えてるわけですね。だから今後このままでいいのかという問題はないんです。なぜかというと値段は高くなる、 CO2 はどんどん増える。ですから今言った再生エネルギーを含めてですね、その安定感の安定性のあるですね電力供給が必要だし、しかもコストを安く、そして CO2 を少なくというのを問われているわけです。それがそのバランスよくやるのがエネルギーの基準でありまして、それで原発はやはりそういう意味では CO2 が少なくてですねあります。現実にその電力供給を進めていくには、その軽減はするけれども必要だという考え方でございます。危ない原発は残されていますよね。10時になりました。ニュースをお伝えします。アメリカ大統領選挙に向けた候補者選びは、共和党では4つの州、また民主党では3つの州でそれぞれ予備選挙や党員集会が行われ、このうち共和党はカンザス州でクルーズ上院議員がトランプ氏らを抑えて勝利しました。 God bless Kansas。 共和党は中西部カンザス州で保守強硬派のクルーズ上院議員が不動産王のトランプ氏や若手のホープとされるルビオ上院議員らを抑えて勝利しました。これまでの候補者選びではトランプ氏が15の州のうち10で勝利し勢いを増していますが、
クルーズ氏が支持基盤であるキリスト教保守派が多いカンザス州を制し、5勝目を挙げました。また、南部ケンタッキー州では、集計率 8.9% の時点で、トランプ氏が 39.9%、クルーズ氏が 33.2%、ルビオ氏が 14% などとなっています。一方、民主党のこれまでの候補者選びでは、女性初の大統領を目指すクリントン前国務長官が15の州のうち党で勝利し、指名獲得に一歩近づいていて、さらにリードを広げるのか、それとも格差の是正を前面に掲げるサンダース上院議員が巻き返しを図るのか注目されています。昨日、群馬県みなかみ町の谷川岳に日帰りの予定で登山に向かった男性2人と連絡が取れなくなっていました。今朝になってこのうちの1人から